はいです。今回ですけども、今回の動画は、源氏挑戦状シリーズということで、源氏よりおしゃれなコーデ、紹介していきたいなと思います。はい。まあね、このシリーズはね、ぶっちゃけ源氏よりおしゃれなコーデって言ってるんですけども、正直自分でも、まあ、どっちがおしゃれかっていうのはわからないですね。はい。まあ、おしゃれってね、客観的に見て、まあ、どっちがいいかって。でね、その人のね、価値観次第なんで、まあ、なんですか、自分でもね、まあ、源氏より俺の方がイケてるだろうって、まあ、思ってますけど、うん、まあでも客観的に見てね、まあ、どっちか、おしゃれか、どっちが好みかわからないんですけど、はい、まあそれはね、まあどっちもいいです、正直。どっちもいいですよ、別に。現状より僕、おしゃれじゃなくても、おしゃれでも、どっちでもいいんですよね、正直。ただ、俺はね、一つの目標として、このチャンネルで、現地超えたいんですよ、俺。うん、今、ファッションの YouTube、まあ、動画を出してる人で、現地が多分一番トップじゃないですか。うん、101万人かな、今。うん、唯一100万人いってるチャンネルなんですよ、うん、ファッションチャンネルで。俺それ超えたい、うん、歴全然違うよ。もう何年歴違うんだって、うん、YouTube 歴何年違うんだってね、うん、そんぐらいですけど、俺超えたいんですよ、マジで。超えたいからもうライバル視するんですよ、うん、いろんな YouTuber がヒカキン超えたいですって、ヒカキン超えますって言ってるのと同じで、俺は源氏超えるから、このチャンネルで、うん、マジで。だから俺はこれからもどんどんライバル視するし、いろマジで名前使ってるからな。うん。俺が源氏超えるさ、瞬間楽しみやろ。俺が超えるんかみたいな。他の YouTuber が、他の今 YouTuber っていうか、他のファッションの動画を出してるあの YouTuber が、源氏超えたとしても、あんま盛り上がらないと思う。だけど、まあ俺、ある程度数字持ってます。はい。ファッションの YouTuber ながらったら、ある程度数字持ってる方だと自分では思ってます。はい。だから、で、しかもその中でも、結構僕って自分で言うのもあれやけど、異質な存在だと思うんですよね。うん。ちょっと他のファッション YouTuber とはちょっと違うっていう。うん。そこがあると思うんですよ。うん。で、みんなもそれは分かってると思います。だからここまで来たなって自分でも思ってるし。うん。だから、その俺が超えるからこそ、うん。一つの、うん。イベントというか、うん、祭りになると思ってるんで、俺はそこ目指します。今まで、明確な目標とか言ってこなかったですけど、俺は、このチャンネルで源氏超えます。目標それが。うん。いつか超える。だから、俺は、もう今皆さんにね、その目標言ったんで、皆さん協力お願いします。マジで、俺頑張るから。うん。ちょっとね、ここ最近、動画投稿、2日間ぐらいかな、できてなかったけど、マジでごめん。うん。ちょっとね、本当にいろいろ忙しかったというか、まあ考え事もあって、いろいろね、まあその、うん、YouTube のこと考えたりして、ちょっと手止めてた。うん。ごめん。マジですまん。うん、マジで、でも俺これからそういうのやめるから、うん、マジで本気で取り行くわ。うん、もうね、最初からね、お前熱く語りすぎだよって思われるかもしんないけど、俺今そんぐらい気合入ってるから、マジで。今までね、目標がなかったからちょっとあやふやだったけど、うん、今目標できた。このチャンネルで源氏超えるわ。うん、だから皆さん協力してくれ。何が何でも、どの手を使っても超えるわ。うん、だからみんなマジで協力頼みます。お願いします。はい。ということでね、じゃあそんな感じでね、現状を超える、現状よりおしゃれなね、まあ今回はね、夏コーデですね。はい、今夏なんでね、はい、紹介していこうと思って、いつも通り効率よくしていきたいと思います。はい、というね、じゃあ早速着替えていこうと思うんですけども、今日は別にね、この格好でなんか外に行くとか、まあそういうのはないんで、まあ普通の効率紹介ということで、まあやっていこうと思うんですけども、最近ね、本当にもう何回も言ってるんで、もうこれね、お前もう聞いたよってね、もう耳にタコわさびができるぐらい効いてると思うんですけども、スウェットパンツ、僕ハマってるんですよね。はい。はい。まあ、それで、僕本当にいろんなスウェットパンツ持ってるんで、まあ、言ってもまだまだですけど、ちょっとね、今回はこれ使おうかなと思って、こちら。はい。久しぶりに出てきましたね。この派手なスウェットパンツ。まあ、色はね、ぶっちゃけそんな、ね、派手ではないんだけど、この柄とね、ちょっとこの、でかい、もう、極太。うん。極太のね、スウェットパンツ、ワイドフレアスウェットパンツなんですけども、これを履いてちょっとコーデを組んでいこうかなって思ってて、はい。で、今回ね、まあ、さっき実は、学校に行ってきて、今帰ってきたんですけども、学校の授業の間でね、僕、洋服を見に行ったんですよ、久しぶりに。で、そこで、なんか、アディダスとね、どっかのブランドがコラボしてあって、そのね、スウェットのセットアップとか、MA1 があってめっちゃかっこよかったんですよ。4万円とかなんですよね。で、
その MA1 は。で、セットアップのスウェットのセットアップは確か上下で3万ぐらいかな。めっちゃかっこよかったんですけど、買おうと思ったんですよ。マジで買いたくて。うん。いい感じにそのアディダス感もないんですよ。そう。で、まあ、レディースあったんですけど、めっちゃかっこよくて、めっちゃ可愛くて。そう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 。かっこいいとかわいいがもう両方交わってみたいな。で、買おうと思ったんですけど、俺のサイズがちょうどなかったんですよ。うん、だから僕ね、結構スウェットのセットアップとか着るときは本当にサイズ感重要視してて、なんか結構僕はダボって着たいんですよ、スウェットのセットアップだったら。なんでかっていうと、パジャマ感が出ないから、うん、ピチッとしてるというか、ちょっとねジャストサイズだとパジャマ感出るんで、本当にゆったりとラフに着たいんで、そのサイズをね、あの店員さんに言ったところないと。で、 MA1 のサイズもないと。 MA1 のサイズは僕はどっちかって言ったらそのピチッじゃなくて、大体みんなはねピチッと着たいと思うんですけど、僕は結構オーバーサイズで着たいんで、そのオーバーサイズのサイズがなかったんでね、ちょっと今回これそれ買えなかったんですけど、そうだからマジで最近ね本当にあの洋服をねいっぱい見てて、ネットでもう買いたい洋服がいっぱいあってさ、そうだからね、もう後々ねもう購入紹介するから、みんな楽しみにしてて、うん、俺めっちゃ買ってっから、うん、もう秋冬ね、やっぱりスウェットパンツはね秋冬がね結構メインだと思うんで、夏はね本当に暑いから我慢してるんですよ正直ね。はい、まあ、そんな感じでね、とりあえずじゃあちょっとこれ一回履いていきたいと思います。はい、ということでこんな感じです。バン、マドル全体見せるんだけどね、まあいいよね。俺ちょっと背伸びた、なんか前までこれね丈がねめちゃくちゃもうダボってなってたんだけど、今ね言ってもジャストサイズだからね、俺背伸びたかワンちゃん、うん、ちょっとねその気も自分でもしてたんだよね、うん、背伸びたんじゃねみたいな。もう少し背欲しいからね、俺173、4ぐらい欲しいんだよね。かといって180とかはいらないんですよ僕。僕ね、めっちゃひねくれてたんですけど、小学校とか中学校の頃、背高いやつダサくねって思ってたんですよ。うん、どういうことって思うでしょ。でも今になったら背高い人、かっこいいなと思うから、うん、なんか、なんでかなと思って、小学校の時とか、背高いやつダサみたいな感じで、逆に背低いやつの方がかっこよくねみたいな、思ってたんですけど、なんか、どういうことってね、自分では今思ってるんだけど、そうそう、まあそういうね、まあ余談もあってということで。あ、いや、ちょっとね、次、トップス決めていこうと思うんですけども、まあやっぱりね、スウェットパンツに、まあ T シャツですよね。うん、まあ今はやっぱりね。まあシャツとかでも、半袖のシャツとかでもいいと思うんですけど、僕あんまりシャツ着ないんでね、半袖は。うん、長袖のシャツも着ないか。シャツって言ってたらあんまり着ないんで僕。うん、だから夏といったらもう T シャツで、T シャツにデニムじゃなくて、まあこんな感じでスウェットパンツだったり、ちょっとワンアクセント、うん、入れて、僕は T シャツをコーデを組むんで、やっぱり T シャツデニムもいいんですけど、何回も言ってるんですけど、あんまりつまんないじゃん。俺はこうやってね動画で配信してるからこそ、いろんなね、あのなんていうの、やり方を試していって、その試していってダサくてもそれを配信することによってね、まあ、参考にもなるかなと思うんで、僕は本当にいろんな重ね、あのなんていうの、その洋服を重ねたりとか、うん、そういうのしますから、皆さんねぜひねいいなと思ったら参考にしてみてくださいということで。で、まあ、T シャツもね、あらかじめちょっと直感でね、今ねパッとね今目に入ったものなんですけど、こちらバン、ちょっとね、あのカラフルなデザインのね、うん、ジェニファーですね、はい、僕の大学の先生のジェニファーですね、はい、まあ、こんな感じで、これ良くないですか。そう、紫で、あのこのピンクとか水色とかをあえて入れてちょっと色を足すみたいな、うん、感じもありかなと思って、なんか真っ白とかだとこっちのパンツに目が行きがちでちょっと目立っちゃうんで、ならあえてここにも色入れて、まあ、ちょっといい感じのミックスで、うん、入れていこうかなって思ってるんですけども、どうですかね。まあこれいいんじゃないですか。はい、でちょっとそんな感じでね、一回これ着ていきたいと思うんでね、じゃあ次はあのいつも通り全体見せるんで、スニーカーとかも履いて、全体の今日のコーデ、見せたいと思います。はい、というね、こんな感じです。どうでしょうか。ちょっとごめんね、靴は見えてないんだけど、まあ、靴はねこれ履いてます。これナイキのダンクですね、はい、紫の、まあバレンシアのねデュエンだと迷ったんだけど、うん、しかもこのね、あの結構丈がね、結構たまる感じだから、裾が。だから、ちょっとね、まあ、厚底の方がいいかなと思ったけど、まあでもこれでも意外とね、あのいい感じに、なったんで、まあちょっとこれにしました。どうですか、紫に合わせて、まあちょっと差し色で白みたいな。いいね。まあでもやっぱり目立つね、この、ワイドすぎるよね。うん。まあでもそれがね、やっぱり今のトレンドなのかなとも思うんで、うん。まあ、あとこのね、柄もね、結構その、ポイントですけど、まあでも難しいよね。うん、普通に、これは。僕もね、まあなんで買ったかって思うと、ちょっとよくわかんないんだけど、まあその時にね、いいなと思ったんですよ。そう、その時にいいなと思ったやつ僕買いたいんですよ。うん。金あるんで。はい。まあそんな感じで、すいませんでした。はい。
ということで、まあ、ちょっとね、まあ、衝動買いみたいな感じのアイテムなんですけど、まあ、ぜひね、皆さん、このスウェットパンツにね、合わせたらいいなって思うアイテムとかありましたら、ぜひ教えてください。僕もね、正直まだまだ分からないこともあるんで、皆さん一緒にね、僕のチャンネルを、盛り上げて、現時超えていきましょうよ。ということで、皆さんアドバイスお願いします。ということで、じゃあそんな感じでね、今日の現時よりおしゃれなコーデはこちらでしたと。ということで、じゃあそんな感じでね、皆さんぜひね、コメントをいろいろお願いします。ということで、じゃあこの番組終わりでと。よし、ありがとうございました。